皆さんこんにちは、時田太郎です。この動画では2019年の夏合宿についてご案内をさせていただきます。今年は合宿今2回やっておりますけれども、共通したテーマとしてアンサンブルっていうのを掲げました。春には和太鼓と一緒に、もう日程を終えましたけれども、2泊3日で篝田楽とあとねぷた囃子、これをやってきたところでございます。夏はですね、そのリズムに加えて、ピアノと、それからギター&ベース、こちらのコード楽器を加えたバンド形式で、アンサンブルをやっていきたいと思っています。まずゲストの先生方をご紹介します。夏合宿のご案内に関してはこういったチラシで、ネット上にも載せております。しのぶキャンプというサイトから詳しくご覧いただけますので、ぜひご覧ください。先生方はですね、ピアノがまず、尾崎豊さん、私もうドンピシャ世代です。もう I love you とか15の夜とか聴、いて育っていましたけれども、I love you に関しては本当にピアノのイントロがとても印象的で美しいんですが、ピアノを弾いてらした方なんですね。合宿ではその井上さんのイントロに乗っかって自分たちが吹くぞというこういう贅沢な場になっています。その井上敦さん、それから、ドラムスは、なんと西城秀樹さんの、バンドでドラムを務めておられた佐野秀夫さん、そしてさまざまな有名なアーティストの方々を、サポートしてきた経験豊富なですね、ギター&ベースの佐野さんじゃない、マサ大家さん、この3人の方々に来ていただきます。皆様をしっかりとサポートして、アンサンブルの楽しみ、そしてアンサンブルのなんだろうな、その音の中にドブッと浸かるとですね、感じ取れるものというのが必ずあります。それをしっかりサポートしていきたいというふうに思っています。そもそもどうして私がアンサンブルの合宿をしたいと思ったのかということについてお話ししようと思います。私もプロの端くれとして、活動させていただいてきておりますけれども、時折聞かれるんですね。どうやったらプロになれますかみたいなことで、プロになりたい方多いのかなって思ったりもします。でもなんか本当になりたいのかどうかちょっと分かんない時もありますけれども、プロにはなりたくないけどプロのように吹きたいなって思ってる方は多いんじゃないかなっていうふうに感じることが多いです。いずれにしましてもですね、どうやったらそういうプロのように吹くっていうのはどういうことかっていうと、単純に言っちゃえば、力があるとか、物おじしないで、こう自由に楽器でこう羽ばたいてるみたいな、そんな印象じゃないかなっていうふうに思うわけです。どうやったらそこへ行けるんだろうっていうふうにちょっと考えてみたんです。一番は練習量っていうのは当然思いつくわけですが、それはもちろんですけれども、そうは言っても、若くてもプロの方っていますから、量だけで言うとちょっとそれは当てはまらないかもしれません。あとはですね、メンタルもあるかもしれませんが、プロっていうのは実は全然こう華やかな存在ではなくって、スポットが当たった時だけ華やかですけれども、基本的には、愛好家の皆さんよりは圧倒的に、辛い思いをしてきていますっていうか、失敗の経験は圧倒的に多いですね。普通に考えていただいたらそうだと思います。失敗しないでプロになった人っているのかな、多分いないんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、しかもその失敗がね、とんでもない失敗だったりするわけですよ。あかん、生きていけへんわみたいなね、少なくとも私はこう思い返したらこうわーって叫んで海まで走っていかなあかんみたいな、そのまま沈まなあかんみたいな、そんな失敗いっぱいしてきてます。で、徐々にこう体制ができてきて、これを皆さんに別に求めてるわけじゃないので、できればこういう経験はねしない方がいいんちゃうかなっていうふうに思います。あまり劣等感とかって、どうなんでしょうね。私は、そんなに上達に役に立つものじゃないなっていうふうに考えてるわけですけれども、
じゃあ他に何か用意あるかって考えたんですが、ものすごく大事なことあって、それが何かっていうと、この合宿をやる、私を突き動かすこの一つの信念になってるわけですが、圧倒的にうまい方々と一緒に演奏させていただいてきた、これにつきます。これはですね、多分ほぼ全てのプロの方に言える経験ではないかなというふうに思います。もちろん発表会とかなんかそういった場で、ちらっとね、プロの方と一緒に演奏するっていう機会もないことはないと思うんですけども、やはりこうフィードバックをもらいながら、音出して、その中でまたこう探りながら、また音出してっていう、こういった時間を持つっていうのはなかなか実際難しいですよね。しかもなんかその、こう別に先輩方がね、こっちを潰そうなんて意図もなくですね、別に潰そうとする人たちが多いとか、そういう話してないですよ。全然してないんですけど、そうじゃなくて、こう、サポートしようと、引き上げようと、こっち来いみたいなね、そういうつもりで一緒に音を出す、先輩方、の中で音を出せたら、これはすごくいいんじゃないか、ものすごくこう何かを持って帰ってもらえるよねって、そういうふうに思ったんです。それで今回もぜひそういう機会を得ていただきたいというふうに思いました。それでこの経験豊富な先輩方口説き落としまして、3日間ですね、3日間といっても初日はですね、ちょっと私たちでまず準備したいので、まずはみんなで練習して、準備段階、もちろんその参加までに個人練習はちょっとしてきていただきたいんですけれども、みんなで集まって、ポイントですね、この曲のポイントここやで、こういうとこ聞くといいよみたいな話をちょっと先にさせていただいて、で翌日からっていう風に先生方翌日から来ていただいて一緒にやろうじゃないかという風に思っています。今回はちょっと初めて笛を持つ、これから笛やりたいなっていう方々向けの講座ではないんですけれども、もう音が少し出せますよ、そういう方に向けてはどなたでも参加していただけます。ぜひですね、ちょっと興味あるなって方はぜひ参加いただけたらと思います。そうですね、こう山中湖、ここのスタジオはなんと24時間音が出せるんですね。去年はね、夜中の2時まで誰か吹いてはたね、朝はなんか6時ぐらいからも笛の音がしてましたけれどもこういうふうにもう寝食を忘れて、ちゃんと食事は出ますよ。日々の日常から解放されて笛三昧、こういう3日間なかなかないんじゃないかなっていうふうにも思いますので、ぜひ皆さんで楽しくアンサンブルしながら、そしていろいろ交流も深めながら過ごすことができたらいいなっていうふうに楽しみにしております。ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。